こんにちは、アラマデラです。今日はオイルから作る手作り石鹸の作り方をご紹介します。今回はココナッツオイルがメインの比較的作りやすくて崩れにくく泡立ちのいい、そして洗い上がりがさっぱりめの石鹸です。では材料です。ココナッツオイル 300g、 パームオイル 200g、 オリーブオイル 50g、 ステアリン酸 10g、 化成ソーダ 83g、 精製水 190g、 ピンククレイ小さじ1、アロマ精油好みで。ここまでの説明ですが、ココナッツオイルは石鹸の泡立ちを良くしてくれます。パームオイルは石鹸を硬くしてくれます。オリーブオイルは保湿性があります。ステアリン酸は、溶け崩れしにくく最後まで形が残り使いやすい石鹸になります。購入は、ココナッツオイルやパームオイルは、食用があればそちらでいいですが、なければアマゾンや楽天やあと生活の機能お店などで購入できます。そしてステアリン酸も、ネットショップで購入できます。あとオリーブオイルは、普通の食用ので結構です。エクストラバージンよりもピュアオイルの方が若干作りやすいかと思います。そして化成ソーダですが、これは水酸化ナトリウムのことで劇物指定されているので、薬局で購入できますが印鑑持参で購入しに行ってください。大きなドラッグストアなどは売ってない場合が多かったので、昔からある、普通の小さな薬局などに置いている可能性が高いと思います。そしてクレイは今回マーブルにするためにピンククレイを使いました。ネットショップで購入できます。ココアや抹茶などでもできます。そしてアロマ精油ですが、アロマは天然香料なので香りが残りにくく、しっかり香り付けしようと思ったら100滴以上とか1瓶ぐらい入れないといけなかったりするので、コストもかかりすぎますので、30滴ぐらいでもいいですし、もしいらない精油があったらいっぱい入れていただいてもいいので好みで入れてください。そしてアロマは、なければ入れなくても大丈夫です。そして次に用意する道具類ですが、石鹸を混ぜる大きめのボウルか鍋と、泡立て器 と温度計、これは100度以上のもの、できれば2本用意してください。そして、化成ソーダを入れる容器、これは蓋があって少しずつ液体を注ぎ入れれるものですね。100度ぐらいまで大丈夫なもの、私は瓶の蓋に、霧で穴を開けたものを長年使っています。そして、ゴムベラ、そして牛乳パックなどの容器、これは型にするんですが、牛乳パックは破れるので取り出しやすくて、私はよく使います。プラスチック容器などでもいいですが、くっついて取り出しにくい時があるので、少しオイルなどを塗っておいてください。そして石鹸を切るナイフ、そして、あと保護するために、手袋やメガネ、そしてマスク、エプロンなどもご用意ください。あと、クーラーボックスなどの保温箱、発泡スチロールの箱などでも結構です。パームオイルは年中固形で、ココナッツオイルも夏以外は固まっているので湯煎などで溶かしておいてください。容器に精製水を量り入れます。この後化成ソーダを入れるので、手袋やマスク、メガネなどをして気をつけて行ってください。そして化成ソーダを気をつけて入れます。この時湯気のようなものが出ますので、もろに吸い込まないように気をつけてください。換気などしてくださいね。そして混ぜて溶かします。だんだん温度が上がってきますので気をつけてください。溶けましたら、温度を測ります。だいたい70から80ぐらいの温度になっているかなと思います。これを、40度から50度ぐらいになるまで冷まします。水に張ったボウルなどに入れて、冷ましてもいいですね。これを冷ましつつ別のボウルでオイルの方をやります。ボウルにココナッツオイルを入れ、そこにステアリン酸を入れます。
そのボールを湯煎にかけてステアリン酸を溶かします。溶けたらそこへパームオイル、オリーブオイルを入れて混ぜます。合わせたオイルの温度をこちらも40から50度ぐらいに下げます。オイルと加勢ソーダ液の両方が40から50度ぐらいになれば合わせていきます。加勢ソーダ液の蓋をしっかりと閉めてオイルの方を混ぜながらオイルの中に加勢ソーダ液を少しずつ流し入れます。絶え間なく混ぜ続けます。全部が入りましたら、ここからさらに少しとろみが出てくるまで10分ぐらい混ぜ続けてください。10分から15分ぐらい休まず混ぜてくるとだんだんと乳化していきます。この乳化のことをトレースと言います。この後は休み休み時々混ぜてください。そして緩めのヨーグルトぐらいになってきたら OK です。泡立て器の跡が少し残るような感じです。ここでアロマ精油を好みで入れてください。ここからマーブルを作りますので、生地の4分の1くらいを別の容器に取り分けてください。そして取り分けた方にピンククレイを小さじ1入れます。すみません、容器が小さすぎたので移し替えています。これは金属製のボウルを使用していますが、クレイは金属製品を傷めてしまうことがありますので、この取り分ける容器はガラスやプラスチック容器などを使用していただいた方がいいかと思います。そしてしっかり混ざったら元のボウルの方に回し入れます。そして1回転か2回転ぐらい少しだけ混ぜて型に流し入れます。混ぜすぎないように気をつけてくださいね。もっと綺麗にマーブルを作りたいっていうの場合は、白とピンクを順番に入れるとかあるのですが、私はもう大理石のような自然な感じでいいと思ってこんな感じで入れています。そしてトントンとして表面を平らにします。そして牛乳パックの場合、この真ん中部分が膨らんでしまうので、2箇所から3箇所ぐらい紐やタコ糸などで縛って形を整えます。この牛乳パックは1つを、端をホッチキスで留めていますが、2つを重ねて作ることもでき、そうするともう少し長さのあるものができるかと思います。そうしましたら保温バッグに入れて保温して2、3日置いてください。硬さを見ながら、季節にもよりますが、さらに3日から5日ぐらい置いて、牛乳パックを少し剥がしてみて、くっついてこなかったら OK ですので、そうしましたら型から外してください。そしてカットしていきます。
張にくっついた石鹸を外すときはスライドさすようにそろっと外してください。断面が綺麗になります。そして間隔を空けて並べて日の当たらない風通しの良いところで乾燥させ固めます。1ヶ月半から2ヶ月くらいしたらアルカリが中和されてきて安全に使えます。今回はマーブルにしましたが色付けはなしでシンプルにきなり色のナチュラルな石鹸もいいですね。ちょっと大変ですができた時そして使用した時は感動ものですのでどうぞ作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。